はい、皆さんこんにちは。今回は久しぶりにデトロイトビカムヒューマンをやろうとしたら、サイバーライフがユーザーアンケートを実施してます、アンケートに参加されますかっていうのがいきなり出てきたから、アンケートに参加してみよう。それでは始めましょう。ゲーム内のアンケートなのか。アンドロイドと関係を持ちたいと思いますか。見た目が人間付き合いますか。デトロイトビカムヒューマンに出てくるアンドロイドみたいな感じなんだったらありだな。テクノロジーは人類への脅威になりうると思いますか。それ絶対なるやろ。もしも無人島に住むことになって何か一つだけ持っていけるなら何にしますか。もう携帯はダメだ。紙とペンがいいんじゃないかな。もしかしたらペンでぐる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 やって燃やせるかも。本は暇つぶしにしかならないし、燃やすにも火がいるし、携帯は電池切れたら終了だし、ゲーム機も電池切れたら終了だし、楽器も鳴らすだけだし、紙とペンだな。あなたはテクノロジーに依存していると思いますか。それははいだよ。どのテクノロジーに一番実現してほしいですか。個人的には空飛ぶ車かな。神を信じますか。正直わからない。アンドロイドに子供の世話をさせますか。デトロイトビカムヒューマンに出てくるアンドロイドだったらありだな。あなたは一日にどれくらいの時間を電子機器に費やしていますか。大半だな。多分それ以上。緊急手術が必要な場合、機械が手術を行うことに同意しますか。まあ、なんていうか、ミスというか、事故がないのであれば、それはありだと思うな。いつの日か機械にも自我が芽生えると思いますか。ターミネーターじゃん。それはもちろんはいだな。あ、それだけか。お元気ですか。じゃあこのまま引き続きやろう。デトロイトビカムヒューマンでも動画にするのは久しぶりだ。最近ちょこちょこやってたんだけどね。でもアンドロイドたちがかわいそうな感じがする。人間様にこき使われね。あの警察官か。アマンダを見つける。お、いきなり動ける。あとよ。あとじゃ。アマンダって誰だ。コナー・マークワン。この人じゃないか。確かこの人もコナーっていう名前のはずだ。マーク何になるかは知らんが。アマンダって誰だ。こっち行ってみるか。あ、誰かいた。
この人か。こんにちは、アマンダ。コナー、会いたかったわ。残念なことに前任者は破壊されました。変異体は不安定なものと認識しながら油断したのでしょう。同じミスを犯さないように。ええ、もちろんです。コーナーが破壊されると記憶は次のコーナーへと転送されます。ですが少なからずデータが失われるのも確か。破壊を避けるのです。それにより操作に遅れが生じてしまう。分かっています。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。アマンダ様、人間なのか。変異体をどう思いました？所有者の虐待による PTSD の兆候が見られました。まるでプログラムが完全に書き換えられたかのような状態です。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？彼は短期で気難しい人物です。ですが昔は良い刑事だったようでした。興味深い人物です。昔若い。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？友人関係を築けるように努力してみます。信用させることができれば捜査も前進するでしょう。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。今一度捜査を再開し最悪の事態を食い止めるのです。なんか胸のところめっちゃなんか貼ってある。急ぎなさい、時間がないわ。戻ってきた。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。この人もアンドロイドか。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。ああ、嘘だろ。あいつのせいで危ない目にあったってのに。ロシアの貨物船とアメリカの巡視船が衝突したとの情報。なあ、このサンプル調べたか？どこがディスクなんだ。来てない。あ、アンダーソン。すみません、警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。探索する。もしもし、ハンクのデスク。
所長か。こっちには行けるな。トイレ入れるんかい。身だしなみを整えただけ。入れるんだ。調べ室か。出る。ハンクさんのデスクを探さないと。ん？こんにちは警部補。私はコナー。サイバーライフのアンドロイドです。おい、お前昨夜頭をぶち抜かれたんじゃ。残念ながら前任者は破壊されました。ですがメモリーは全て私に転送されています。操作への影響はありませんのでご心配なく。だが嘘だろ。そういうことか。ハンク、オフィスに来い。10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。それが今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです。俺なんかよりこの事件に向いてる奴は山ほどいるでしょ。俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ、携帯だってろくに使いこなせねえってのに。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。なんでだ。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。まあもういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。ジェフリー、なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。あらら、チームに加われて光栄です。必ずや最善を尽くして。出るときドアを閉めてってくれ。嫌われてる。では失礼します警部。私の前任者が破壊されたせいであなたを不愉快な気分にさせてしまいました。二度と同じことが起こらないようベストを尽くします。パートナーになったことですし仲良くしませんか。
とにかく私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。どこかに使ってもいいデスクはありますか？そこなら空いてるぞ。パソコンはあるのか。ファウラー警部とは長いんですか？ああ、嫌になるほどな。あなたはいつもこのくらいの時間に出勤されるんですか？俺は好きな時に出勤する。いちいち余計なお世話なんだよ。すげえやつだ。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。失踪中。3件も。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨夜人間を殺害したそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。個人的な問題を理由に捜査を妨害するのはいただけませんね。お前に俺の何が分かるってんだ。お前はただそのプログラムを実行して黙って仕事してろ。私の任務は事件の解決です。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありませんよ。いいかてめえ、俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を殺した AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデール地区のようです。ああ、わかった。なあ、めっちゃ嫌われてるな。おお、終わった。つかなんであんなにアンドロイドが嫌いなんだ。はい、ということで本日のシナリオは、はい、終わりました。まあ久しぶりにやってみたけど、やっぱりストーリーが非常に気になるゲームではありますね。はい、またそうですね、まあ近日中にでもまた気が向いたら動画にしていこうかな。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。